中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは。松村慎吾とのんちゃんで2人合わせてガーガーズです。ということで見えるラジオ第157回目の放送です。はい、先週、はい、もうガーガーズのピンチヒッターがこれでおしまいで、うん、来週から中川さんから、たくさんお話聞けるといいですねと終わらせていただいたんですけども、はい、今週も、もう一週ガーガーズがピンチヒッターをやらせていただくことになりました。その中川さんのねお話を楽しみにされてた方は、うん、もう一週お待ちいただければと思います。はい、はい、なので、はい、今回はですね、はい、スペシャルなゲストをお招きして、うん、ちょっとお話を聞かせていただこうかなと思っております。はい、ではでは早速ですが、うん、お呼びしたいと思います。どうぞ。あ、どうもこんにちは、鈴木翼です。お邪魔します。いやー、雷どんがやってきた、どんどこどん、どんどこと、なんちゃって、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お願いします。来ていただきまして、はい、ダディ、感想をね、毎週、皆さんから募集して放送させていただいてたんですけども、はいはいはい、今回はそんなお話だったり、うん、ずっと皆さんで見ていたみんな友達ミュージカルの話とか、うん、ちょっとどんなことがあったかとか翼さんの視点からたくさんお話を聞かせていただければと思います。はい、分かりました。はい、翼さんもこれダディ、あ、一緒だ、分かった、一緒ですね。一緒だよね。よかったよね。いや、あ、じゃあもう早速いいですか、翼さんからのご感想を聞かせていただいて。あのね、はい、もう泣けて笑えて、なんか全曲が中川さんと新澤さんの曲でしょ。でやっぱそういうのってカタログミュージカルって言って、で、あのアバとかがねの曲を全部使ってミュージカルが成り立つみたいな、で中川さんたちの名曲を全部使ってそのミュージカルが成り立ってるっていうのにまず感動だし、全曲歌えていいし、本当だったらもっと声を上げて一緒に声出して歌いたいぐらいだったけど、もうなんかその世界観とかやっぱり演者の皆さんのなんだろう、なんか演技もやっぱすごかったよね。ダンサーの方もいたり生演奏だったり、本当すごかったですね。とにかくなんかすごいすごいってずっとワクワクして、なんか中川さんがまた あのねだって中川さん、僕たちにはさ謎のおじさんでさ、なんかちょっと出るぐらい、まあでも重要なみたいな、なんか最後ね、最後ちょろっと出られるみたいな感じぐらいの感じで言ったじゃない。はい、でも中川さんめちゃくちゃ出るじゃない。しかもオープニングのさ、最初のつかみのあのアドリブのトークとかさ、あのね、あの連也君を応援にして来てくれるたくさんのねファンの方とかいる中で、はいはい、中川さん知らない方も多分いらっしゃる空気の中で一気にあの作ってこう、うん、ね、行く感じとか、はい、すごいなって思って、うん、もうほんとなんか中川さんが出てくるたびにこう、あ、中川さん俺たちのお父さんっていう感じでなんかね、あー嬉しい、なんかほんと泣いたな、なんかもう最後の虹とかももうめちゃくちゃ泣いたなって、うん、だからたくさんの人に見てもらいたいし、追加公演でまた東京戻ってきてくんないかなってすっごい思ってます。それは確かに、もう一回見たいね。もう一回見たいよね。もう一回見たいですね。見たいなって思ってます。やっぱり自分たちも中川さんと新澤さんみたいな曲をやっぱもっと作っていきたいなって僕は本当に思いました。で、子供の歌じゃなくて、僕たちは子供たちからその子供たちからの歌を作ってるんだなって。あ、みんなが歌える、みんなの作だったなって改めて思った、うん、それは会場のお客さんがいろんな世代の人がいて、みんなでも楽しんでたじゃない、う
だからやっぱり、あ、僕たちが、僕があの目指すところはそういう音楽だなって思いました。そのさ、やっぱり役者、役者さんの素晴らしさね、ダンサーさんの素晴らしさ、そして照明さん、プロジェクションマッピングで使われたりとかしたじゃん、照明さんの素晴らしさ、で生演奏する本田さんとかさ、岡さんとか知ってる方々がもう生演奏であの作り上げる素晴らしさ、そこにはね、なあの名曲の音楽があってっていう、もうなんかみんなで作り上げるそのすごさっていうか、そうですね、それすごく感じましたね。一体感というか、その生の皆さんの人の力の 集結みたいな。そうそう、うんうんうん、いや、だからツイッターとかでその演者のいろんな方々みんなフォローしたりとかして、はい、いろいろこういいねしに行ったりとか、勝手にファンになって見たりとかしてます。なんかちょくちょく上がってますもんね、あのお写真、毎日そうそう、もう度に、あのご報告の写真が上がってたりして、うん、すごい楽しいですもん、ね、楽しげな、なんかすごい仲間な感じが皆さんで、そう、ほんとね、いいだよね、うん、中川さんのまた報告が楽しいですね、中川さんの報告が楽しみ、ね、中川さんから直接たくさんお話聞けるのが楽しみでございます。中の感じの、はい、そう、中の感じのね。ということで、はい、今このダディ今日が5月1日ですけど、はい、もう残すところ2日と3日の福岡公演で、まあ、それから追加公演がなければもう最後わということで、大千秋楽、大千秋楽を福岡で迎えようとしております、うん、まあ最後いいね、最後また変わってね、ステージが進化してるからね。そうですね、本当になんか、ね、福岡公演ももし行き方がいたらぜひね行っていただきたいですけど、いや本当そうですね、ぜひですね、はい、明日明後日の、福岡公演、皆さんダディチケットもしかしたらまだ残ってるかもしれませんので検索いただければと思います。では、はい、翼さんのですね、うん、中川さんの曲の中で今一番お気に入りというか、今一番ここで、はい、好きだなっていう曲をちょっと1曲ご紹介していただいて、うん、その曲をですね、こう流させていただければと思うんですけども。じゃん、この今ダディの曲でも売っておりますが、私この中さんのきっと明日はいい天気、この中からですね、この指止まれをリクエストしたいと思います。もう本当にこの曲大好きで、もう本当毎日のように僕は今聴いてますけど、メッセージがから好きになる曲と、あのふっとしてその曲として好きっていうか、はい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 、もうこの指止まれはもう最初に聴いた時にもう一発でかっこいいと思う、好き、あ、一目惚れじゃないけどって感じですね、一目惚れ、一目惚れソング、指止まれ、一耳惚れですね、うんうん、一耳惚れ聞いたことないでは、そのこの指止まれを聞いていただきます、どうぞ。風の吹く広場の真ん中で、空のてっぺんを指さした、背伸びをすると風が集まる、地球がぐるりと回り始める、震える声で歌ってみたよ、最初は小さく歌ってみたよ、この指止まれ、この指止まれ、一緒に歌いたいものよ、といで始まることを
見て始めることをずっと忘れてた。どうせ何にもできないからと隅っこで座ってた。昨日まで深呼吸して歌ってみたよ。今度は大きく歌ってみたよ。この指止まれ、この指止まれ、一緒に歌いたいものよ、ほっといて。誰かが顔を出す。走り出す足音も聞こえてる。鳥が羽ばたく、雲が膨らむ。世界がざわわと動き始める。誰かの声と誰かの声が重なってゆく、広がってゆく。この指止まれ、この指止まれ、一緒に歌いたいものよ、ほっといて。この指止まれ、この指止まれ、一緒に歌いたいものよ、ほっといて。では翼さん、次なんですけど、はい、ずっとこれ、はい、このミュージカルみんな友達を4週に分けて見えるラジオで、はい、皆さんと見るっていうのをやっていただいてたんですけども、うん、これ翼さんも出られてるじゃないですか。そうなんです、私出演させていただいております。今からですね、一番最初の公演は2008年の12月なので。そうですね、2008年って翼さん、おいくつというか、どの時期っていうか。いや、僕はまだ保育士してたんですよ。あ、まだ現場にいらっしゃった時なんですね。そう、現場にいて、だから僕はまだ保育士してたでしょ。だからね、か、練習会場に行くともうヒーローがいるわけね、自分の。うん、もう芸能人じゃないみんな。だってだからさ、なんか、はぁーって、もう毎回それ、だいぶ、なんか結構かかった、それが取れるまで。まあでもそうですよ、まだ保育士の自分って思っちゃうとそうですよね。もうだからもうね、中川さんが僕をそこに、もう本当何者でもない僕をそこに抜擢してくださったってことが本当にすごいと思う。自分が同じような立場でできるかって思う。あ、必死に仕事しながら、なんかそこにやらせてもらっていました。本当にでもなんか全然映像の感じでは本当にもうその皆さんの中の団員の一人で、すごくツッコミもキレキレで、ね、あのね、よく見ると分かっちゃうんだけど僕のターンが下手なところとかは綺麗にカットされてるの。僕が踊れてるところで、ここから下手っていうところで綺麗にカットされて谷蔵さんとかに行くのさって僕が踊あたかも踊れてるかのように、あの、映してくれてる。そうだったんですね。いや、もう本当そうよ。全然分かんなかったです。本当に本当だね。編集技術、編集の力、素晴らしい。大変だったと思うよ、大変だったと思う
俺のせいで使えないシーンとか絶対あったと思う。そんなないいや、マジで。あと、あの、その、稽古の様子とか、うん、その、はいはい、本番の様子とかってどんな感じだったんですか？てか、どんな風に。あの、いや、本当にみんなでセリフ合わせていきながらやっていくんだけど、もうね、やっぱみんなステージの人でしょ。だからさ、まあ、舞台ってそうかもしれ、わからないけど、あの、アドリブでどん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 面白くなっていくんですよ。こう、台本あるんだけど、台本に合わせてステージでこう、やり、掛け合いとかしながら、どん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 変わっていく。へぇ、それが面白くて、どんどんどん面白くなっていくわけ。で、自分ができないわけよ、そういうの経験ないから。だからもう、ツッコミとかもさ、そう、母さんとか卒業式のあのシーンとかも、もう、ね、もうずっと、もうなんか、中川さんしか言えてないの、もう。もう、いい。そんなことなかったですよ。いや、だからもう、ほんと先輩方が、こう、こう、や、こう、なんていうの、大丈夫、大丈夫って何度も言ってくれるわけ。そこダメだろうとかね。もっとこうした方がいいって、こう、あ、こうした、こうしなきゃダメだろうなんてみんな言わないわけ。いや、面白かったとか、いや、こういうふうに、あそこが良かったよとかって、もうみんなプラなのよ。へだから、なん、いや、本当に皆さん優しいのよ、本当に。それで、先輩たちがどんどん面白がって、ステージを作っていくから、あ、こうやってやるんだ、あ、こうやってやればいいんだっていうのを、毎回、毎回、こう、学ばしてもらう。もう僕は刺激しかなくて、こんな贅沢な時間、本当、ないと思って出てたよ。出てました。なんか特に中川さんとの思い出じゃないですけど、すごく印象に残った、はい、なんかこととか。あのね、中川さんが、だから、こうアドリブをこう、本番も入れられたりとかするわけ。で、僕たちを笑わそうとするっていうか。ステージの中も笑わそうとしてくる。こっちも、演者も笑わせようとしてるから、中川さん。だから、こう、あの、お弁当でね、中川さんが、おーいって言って、こう、出て、先生が遅れてきて、で、なんか、あ、忘れてしまいました、あとか言うとこがあるんだけどさ、はい、あって、最初のまま、なんか、おって言って、なんか、園長先生あげるよとかだったんだけど、なんかある日から中川さんがなんか、卵みたいのを生み出して、あみたいな。なんか、卵、今卵産んだみたいになるわけ。ほいでさ、笑いこらえるの必死なわけ。何それみたいな。卵産む、今日はなんか卵産み出したりとか、なんかそう、家具とかさ、中川さんみたいな言うことなんか やるわけよ、そういうの。最初は何もそんなのなかったわけ。最初は、あーってこう、悲しむだけだったってことですよね。うん。忘れてしまいましたっていうだけだったんですよ。だけだよ。練習は。だん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 なんかアドリブから入ってなんか出てくるとかなんか。盛り上がっちゃう。あ、そっか、アドリブなんですね。アドリブです。なんかあの、バスのそれこそお弁当の具材を一個ずつ上げていくシーン、園長さん。あそこで、確か翼さんが、アボガドかなんか言ったんですかね。そうなの、俺アボガドなの。俺の具、アボガドだったの、なんか。あれは台本通りなんですか？そう。あれ、俺、渡されたの、なんか、はい、じゃあ、翼くんはアボガド、みたいな。アボガドってなった。でもさ、その、ボケみたいなをちょっと用意しといてくれて。はいはいはい。だけどさ、谷本さんがその前でもさ、面白く、もう、重箱ドーンみたいな、やってるじゃない。ドーンドーンみたいな、もう、面白いわけよ。みんな。難しい。いや、だからもう本当に、いかに、こう、なんかそう、頑張ろうと思うわけ。なんか、あの、カエルで、なんか、後ろってみんなが言うシーンがある。はいはいはい。後ろみたいな。で、その時俺、出てくるシーンがあるんだけど、ものすごい小刻みに、こう、横に移動してくるの。はいはい、あのよく見てもらう。そう、通り過ぎるやつね。そう。はい。あのちっちゃ爪痕残そうとして、全然面白くない。そう。
全然面白くない。全然面白くない。何もできない。必死に考えた結果あれだからね。こうやって。あとはあれも素敵でしたよ。ジャンプ最後の。ああ。ジャンプ。あ、それで、ジャンプで足つっちゃって。あれ、本当なんですか？すごい痛い。足つっちゃったんだよ。ジャンプした時に足つっちゃって、その後さ、俺足こうやって引きずってこうやってやってんの。やってましたね。そう。そう、あれ、なんかそういう演出なのかなと思ったんですけど、もう次の人の歌行っても翼まだ足痛そうだったので、あれ本当にと思って。あれ大丈夫？だからさ、今だってもうあるじゃない、そういう点。なんか、そうそうっていうの。俺なんかやるじゃない、なんか。あの、まさかみたいなことやるじゃない。ハプニング起きますね、うん、ハプニングも起きるじゃない、はい、でそういうのってさ、今は対処ちょっとはね、それをだあげた。だからもう必死だからさ、ビャーンって飛んだらさ、本当に足つっちゃったわけ。ジャンプしてさ、足つったことないでしょ。ないです。人間ってね、緊張マックスになるとね、ジャンプで足つれるの。すごくない？つれる。すごい。確かにすごいです。もうさ、中川さん、なんで足つったんだよっつってさ。そこでつれるかなみたいな。なんか、ほんとに、ちょっと笑、なんかさ、笑い話にしてくれてさ、でもさ、あれ DVD 大変だったと思うよ。多分みんながすごくいい方で俺が多分足つったと思う。だからもう本当に本当どうしようもないよ。いや、まあまあまあ、でもね、そんな自分がさ、やらせてもらえて。でこれって一回きりだったんですか？あ、違うの。これね、じゃん。あ、ん？これは。限定のその時にみんな友達のクリアファイル。すごい。これみんな全員がいるわけ。うん。これかわいいでしょ、このクリアファイル。かわいい。そうそうそう。この中に入れてもらったわけですよ、僕は。はい。それ当日販売されてて。そうそうそう、当日販売で、それでほら、あるけど、2008年の12月と2009年の4月と2009年の5月と、あと広島でも公演が最後にあって、追加公演、追加公演、それこそ追加公演、うわ、そう、追加公演で広島も行って、本当にたくさんのお客さんの前でこうやってやらせてもらう初めての経験だったので、僕は、だから2008年の時まだ働いてて、2009年の4月にはもう保育士辞めてて、ああ、もうフリーになってるわけ。ちょうどそのタイミングで。そうです、そうです。だ、本当に僕にとっては、本当のミュージカルが自分のスタートっていうか、だったんですよね。なんかさ、オフショットみたいなものの、DVD には入ってて、はい、ね、ついてますね、メイキングが。そう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 。で僕本当に当日までターンの練習してて、それが映ってる。本当このターンがさ、こうやってやってこう回る。ほら、できてない。ブレブレ。ブレブレ。本当これ。あ、目が回っちゃいます。あれ今できてるはずだよね。できなかった。いや、できなかった。あとね、その新曲が途中でできて、なんか追加されたりとかしたような気がするな、なんか。練習中に多分できて、なんか中の DVD の中、そう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 。そう、それそれそれ。DVD に入ってるよね。はい、お腹に行ったら、ならなっと食べよう。ああ、懐かしい。これ、中川さんの本当に手書きの、手書きなんだよね。そうですよね。
すごいお宝だよね。それ DVD またみんなに見てもらえたらいいね。そうですね。販売もしてるからね。これね、そうそうそう。販売しておりますので、よかったら、はい、YouTube の説明欄からもリンクがありますので。ぜひ見ていただきたいですね。そうですね。うん、ということで、翼さんからたくさん、はい、ラディと、はい、このお二つ、たくさんお話聞かせていただきました。ありがとうございました。今回は翼さん、ありがとうございます。ありがとうございました。もうぜひ、まだダディもあの福岡公演、もしよかったら皆さん見に行ってください。あ、CD もこちらもお願いします。そう、この CD めちゃくちゃ良かったので。本当良かった。なんか、高橋さんに歌ってほしいなって思ってた曲がたくさんあって、ソロ今まで撮ってなかったりとか、うん、中川さんが歌ってなかった曲も中川さん歌ってくれてたりとかもするし、今の中川さんの声が本当に染みる、本当にすごい。なのでぜひこれの CD はチェックしてほしいなって思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では今回のスペシャルゲスト、翼さんでした。鈴木つばさんでした。さようなら。ということで、今週もですね、また僕たちガーガーズがピンチヒッターとして MC を務めさせていただきました。翼さんからもたくさんお話を聞かせていただきまして、来週はいよいよダディをすべて、終了した中川さんから直接いろんなお話が聞けるんではないかなと思いますので、はい、またそちらも皆さんで楽しみにいたしましょう。うん、では、最後、今月の歌なんですけども、5月になりましたので、歌が変わります。今月の歌はですね、先ほど翼さんからもたくさんお話がありました、きっと明日はいい天気のこのアルバムから一番最後に入っている、一歩自分を信じてという曲を聴いていただいておしまいです。こちらの曲はですね、ダディの劇中歌のために書き下ろしで作ったもう最新の曲となっております。ではでは、また来週お楽しみに。さよなら。素敵なゴールデンウィークを。新しい自分になる一日が始まるたび、朝が来て風が吹いて世界がほら光ってる、どんな未来が待っていても大丈夫、夢が自分。
歩いて行くんだ。一歩また一歩、自分を信じて。